まずはライオンズの先発斉藤がメットライフドームのマウンドに上がります。さあイーグルス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、さまざまなタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか。ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど、ではこの1番バッターは3番ブラッシュ。イーグルスランナーが出ました。初球ボール、ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどこれから2回イーグルスの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。伊藤が2番手としてマウンドに上がります。序盤同点でマウンドを引き継ぎました。バッターは DH ウィーラー。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。この球は外れています。ボール先行です。切れてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。7番に入っている辰巳、ワンアウトランナーありません。アウトロー外れます。ボール先行です。切れてますよね。インローへ、ピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でマウンドに上がったのは田村。アウトコース見送っています。低め、これは外れます。ボール先行です。バッターは9番に入っている鈴木。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の森脇。アウトコースボール、落としました。外れます。ボール先行です。これはバットが泳ぎます。ボックスにはブラッシュが入っています。さあピンチは続いています。まあここで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど、そうですね。これから4回イーグルスの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。藤田がマウンド上に上がっています。打席には9番バッター鈴木。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。
ライオンズビハインドで迎える4回です。低めはボール、ボール先行です。インコース決まった。いいところに決まってますよね。アウトローの変化球。さあライオンズ得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上の追加点は避けたいですよね。そうですよね。さあそのマウンド上の藤田、この状況にどう対応してくるか。これから5回イーグルスの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。奥歯が6番手としてコールされています。小宮山さん、僅差で追いかける展開となっていますので、この回ゼロで抑えて攻撃につなげたいところですよね。そうですね、もうとにかく点をやりたくないというそういう状況ですからね。そうですよね。キレがありますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、ファウルになります。打ちました。金子、素晴らしい守備を見せてくれました。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いや、ナイスプレーでしたね。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ワンアウトランナーなしです。次が3球目。いいコースでしたけどね。アウトロー際どいところ、これはバット出ず三振です。ライオンズここでピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でマウンドに上がるのは渡辺。これは豪快に振ってきました。低め、3球目は何で来るか。内へ低めに変化しました。これが1球目。初球ボール、次が2球目。インコース打ちました、いい当たり、切りました、ファールボールです。ワンボールワンストライクです。アウトロー外れます。ナイスコースですよね。はい、低めのストレート。これから6回イーグルスの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。背番号26、阿波津がマウンドに上がります。茂木がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は敬遠です。ライオンズビハインドで迎える6回です。内へ低めの変化球、インサイド落ちました。このフライは切れそうだ、切れました、ファールボール。外れてますか。
ピッチャーは決まったと思ったでしょうね、はい、見逃し三振。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。次は迷ったらとにかく低めですね。やはり長打避けたいですからね。なるほど。見逃して三振になります。これから7回イーグルスの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。中塚がマウンド上。バッターボックスには指名打者のウィーラー。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。この球は外れています。ボール先行です。低めストレートストライク156キロ。ファウルになります。見逃して三振です。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。ここでピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でコールされたのはヨザ。バッターボックス堀内。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。ツーアウトになっています。危ない球です。来ました、イーグルスの攻撃。打順は9番鈴木。今日はまだ当たりがありません。前の打席。マウンドに上がるのはノリ。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。なるほど。そういった攻め方をしていけるかどうか。ファウルになります。2ボール1ストライクです。バッターボックスには3番ブラッシュ。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。イーグルスランナーが出ました。ストライクを取ってこれで追い込んだ。